今日から朝の体操にうちの二人の子供たち、え、カズマとキネが加わるようですよ。え、このナレーションの声ってアタさんだったの？あ、全然気づかんかった。あ、これで全員集合か？あれ？でもジローがいないのか。あ、そうだ、オベロン来ました、オベロン来ました、オベロン来ました。素振りしておけば来るよね。あ、これ更新するときにはもう結果が出てると思うんですけど、私はこれから回すので頑張ります。ではいただきます。いただきます。いただきます。いや、マジでお腹空いてんだよな。今日晩ご飯ね、ちょっと用事あったから早めに食べたもんで、今すっごくお腹空いてるんですよ。今日何食べよっかな。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あら、ごめんね。あ、何？あ、悪の博士、話の続きをしに来たのじゃ。あ、はいはいはい。そろそろみんなに我が輩の恐ろしさが伝わった頃であろう。ふっふっふ。面白い人だって思われてるよ。みんな博士は悪い人じゃなくて、面白い人だって言ってるぞ。うん。しんのすけが昨日の晩ご飯の出来事を伝えると、あ、怒っちゃうかな。博士は急に怒り出す。あーでしょうね。なんだと？なぜみんな我が輩をもっと怖がってくれないのだ。悲しい。うん、やっぱ、まずこの辺を支配するために、支配？征服するために怖がってもらいたいみたいなことだったよね。もっと他に支配する方法ってあると思うんですよ。どうですか？じゃあもっと凶悪、凶暴な、元気で恐ろしい恐竜を呼ぶことにする。元気で面白い恐竜、おい、そんなことできる？ふっふっふ、我が輩の力をもってすれば。どうすればいいのか全然わかんない。わからんのかい。またあの変な、変なダンスする？え、スペック足らんやろ。え、ノートパソコンがタイムマシンになるってやばくない？博士はしんのすけに古代のタイムマシンの使い方を教えた。あ、しんちゃんに教えてくれたの？ふわふわ、パウパウ、トワトワ、チリチリ、ラギョーを抜いて、心を浮かべて、タレル、イラム、マレシ、ロンロン、リカコ、ヨラレ、やって、コロイ。おっとっとっと。ん？危ないじゃないか。え、何が？あれ、出てこないぞ。最後のボタンに触らなければ、このマシンは動き出さない。え、じゃあ呪文いらなくない？どのボタン？このボタン。押した。あ、押しちゃった。押した後ってことは、あ、ここで博士の思惑が空中に可視化され、はい、タイムマシンに飛び込んでいく。お、全ては一瞬の出来事ですぞ。決めセリフ覚えてる。これでティガレックス出てくんのか。え、人影？人影ちゃうか。それともあの尻尾を何とかしたら落ち着く？ここにやってきたのです。いや、怖いの。友達になれるか？逃げ惑う人々。うん、ヤバタン、ヤバタン。悲鳴、笑い声。え、笑い声。ういー。え、これはシャル。割れる窓ガラス。伸びていくラーメン。いや、シャレにならんやろ。それは
博士が思っていた以上に元気で、はい、そして恐ろしい恐竜なのでした。どうする、どうする。でも今日あのロープウェイの上行きたいんだよな。黒髪農園から行けるって言ってたよね。これでしんのすけが今回のことを記事にすれば、我が輩の才能が世界中に知れ渡ることになるだろう。我が輩はこの地球を征服する。征服しなくてもディズニーランド一緒に行くよね。そして世界中の遊園地の年間パスを手に入れて夢が遊び放題。夢が小さいんだよな。その手始めとして、うん、まずはこの街を征服する。もっともっとなんかあると思うな。へい、うい、このサマーバッタもう釣りできないもんね。黒髪農園行きたいんだよな。こっちだっけ。やったやったやった、シーマップー、釣りするわよ、ラプンツェル、私釣りをするわよ。お、なんだろう、なんかニョロニョロしてる。うなぎか。あ、ナマズか。新しい子に会いたいんですけど。お、はよう。よし。よし。知らんやつやな。オニヤンマ。ここはオニヤンマゾーンか？あ、ご新規さんだ、ご新規さん。あ？七節だっけ？あの細いやつ。こっちまで行こっか。おーおーおー、イノシシ？お前や、お前。あれ？モンシロまず捕まえられへん。お前はどこにでもおるな。へい。あー、あれは低いうちにやんなきゃ捕まえられないか。ねえ、知ってんの？上行っちゃう、上行っちゃう。あー、降りてこないか。なるほどね。なるへそ。青い蝶々いつも飛んでますよね、ここは。さ、あ、調べる調べる。え、やば。新マップ嬉しすぎる。ね、青い蝶々がおらんの。青い蝶々さ、飛んでるんだよ。よしよしよし。赤座。じゃあさっき釣ったの赤座ってやつか。ベニトンボ。あれ、青い蝶々いなくなって、あれ魚影ちゃうか。なんか新しい魚釣りたいな。つついてるね。はい。イエーイ。大吉のぼり。姫しじみ、あ、さっき捕まえたのこれか。やっぱ青い蝶々って捕まえたいじゃない。なんだっけ、動物の森でもさ、青い蝶々ってレアだから。名前出てこないけど。
めっちゃキイチゴあるの。あ、魚影だな。私には見えておる。見えてない？ねえ、え、見えてないって魚側がさ、あ、あれ？もう一匹いた？パームツ、ほらもう一匹いるんだよ。下、下？手前？の方にさ。上にも魚影があるな。ヤマメ、あ、ヤマメはいいよ。ヤマメとアユ欲しがってるんだよね、確かね。あ、お腹鳴りそう。お腹すいた。はい、はい。イエーイ。赤さ、あー、知っとるやつばっかりだな。こっちじゃあどっかにつながる？ん？ここは、なんだ？モンシロウ。おい。お前や、お前。イエーイ！イメシジミ。イエーイ！ああ、ヤマモモゾーンか。あ、おや、歯医者さんの看板がいつの間にかなくなりました。一体と。あ、もしかしてあの橋に使われてる？あの溝が深いから調べる。溝が深いから渡れませんよみたいなさ。感じだったじゃない。あそこに使われてるの歯医者の看板じゃない？じゃ、こっちは？同じか。無駄に移動しちゃったな。ナマズか？こういうのだったら目視できるから、あの、喋ってても問題ないんだけど。イエーイ！ワニガメ、ここにもいるんだ。あれ目標達成じゃない？なんかね、ワニガメを3回捕まえろって言ってたのよ。君は誰だ？よし。アイヒールかよーん。オニヤンマ。次こっちだな。うん。ちちちち。テントウムシか。ふんふん。山桃ゾーンだな。イエーイ。あ、なんか、あ、虫いますね。ふふい。カマキリ。イエーイ。次、頂上をすぐ、もしかして。うぅ。オッケー。ん？あ、これといって、なるほど。ここ。あれじゃん、ホタルいるとこじゃないの？ミツバチ。イエーイ！うわ、ミツバチか。あっちか？やばー、新マップ楽しい。あ。イエーイ！姫獅子？うん。うふい！ダンゴムシ。ん？あとは？この辺、虫だね。ひなばった。調べる？もくもくと煙が出ている圧送山の噴火口。
なんかご新規さんいませんね。こんだけ？いや、そりゃ新マップめっちゃ増えてさ、楽しいんだけど、あれ？今光ってた。なんだなんだ？あっち？アブ？アナアブ。あ、すごいすごい。もう一回ね、クワガタゾーン行きたいんですよ。あ、ここでロープウェイを、あれすることによって時間短縮になるっていう話ね。はい。ペントウムシ。クワガタおらんか？クワガタやろ、これ。オッケー。よしよしよし。先新聞よ。あれ？車が増えてる。なんで？あれ？ヒロシがいる。休み今日。あれ？あ、土曜日か。あ、あれか。突撃レディーか。よいこ、すまんな。こっちが先なんや。僕はやっぱりヨシコくんに嫌われてるみたいなんだ。僕が何を言ってもニコニコしていて、上の空なんだもん。いやー、うちの奥さんが亡くなってからずっと二人の娘とだけ暮らしてきたから、他の女性と話をするのはあまり慣れていないんだよな。でも再婚がこんな若い女子って。どうよ。見て見て、これは歴史に残る大スクープだ。本当？すごいぞ、しんのすけくん。あ、準優勝も。なるほどね。550人。ありがとうございます。紙面になったものはすぐそこのロッカーに貼ってあるから見てごらん。誰もが面白い。はいはいはい。なるほど。はいはい。よしこね。どうしよう。このパターン見たよ、わかったよ。ちゃうね、新聞のね、購読者数の進捗を聞きに来たのよ。今、新聞社の新聞が大活躍。4000が目標か。4000が目標かい。4000いけるか。イエーイ。恐竜に会っておきたいけど、恐竜どこや？あいつどこや？イエーイ。やばいやばいやばい、会えないまま終わっちゃう。ふんふん。あとは向こうか？こんにちは、こんにちは。母ちゃんとどっちが強いかな？そろそろ晩ご飯だぞ。なるほど。いただきます。いただきます。これ何の肉なんだろう。恐竜の尻尾だったりしないよね。いや、魚か。新之助がついに新メニューを考えたようです。マジ？さて、その名前は？はい。名付けて黒糖あんかけスイカラーメン。あ、黒糖あんかけまではいいけど、スイカ、どうだろう。
そんなの美味しいわけないじゃない。あら？でもスイーツだと考えたら、え？じゃあ試しに作って売ってみるからね。結果は乞うご期待。スイーツだと考えても、普通のラーメンにしても、私は頼まないな。別個に食べたいな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あれは怖い。不覚にも恐竜には草食と肉食がいるのを今日まで忘れてたよ。どう違うの？牛さんは草食、モーって鳴くやつ。ライオンは肉食、ガオーって吠えるやつ。やっぱり肉食は怖いよね。と言いつつ、うちも今夜は肉だったりするけどさ。あはは。いいな、お肉。お肉食べたい。お肉食べたい。タン塩食べたい。お腹すいた。さすがにまだ被害は出ていないけど、本当に大丈夫なんでしょうか。どうだろう。そうだ。ティラノサウルスの呼び名を決めないとね。お前はそればっかだな。しんちゃんならあの恐竜をなんて呼ぶ？リザード？リザードンまではいかないよね。翼生えてないし。でも人影のような可愛さはないから、リザードかな？ティラノー、恐ろしさ、特大号、スペシャル強そう。スペシャル強そうってめっちゃ適当じゃん。適当じゃない？ティラノーンはどう？ティラノーン！ティラノーンか、ティラノーンじゃなくて、ティラノーンね。こうして今回も、恐竜のニックネームが決まったよ。マキノーみたいな？あれ？マーキノーか。でもそろそろ、あれ日曜日に帰るんじゃなかったっけ？最後の日だよな。これ、終わる？いやー、いい風呂だな。だなー。しんのすけ、今日は何して遊んだ？父ちゃんとお風呂に入ってあげたぞ。おー、それはよかったな。はやーやー。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから。声をかけ、はい。最近ララ子と話してないんだよな。ララ子、恐竜がドカドカと走り回ってまるで運動会だな。ララ子好きなんだよね、運動会。速そう、足。明日一人でやろうかな。一人でやったら虚しいだろうな。友達、ララ子そういえば友達いないのかな。ある日、西の高い山の方から、鳴らず者がやってきた。自分の縄張りを守るために戦います。あの怖そうな恐竜、やっぱり本物のティラノサウルスっぽいけど、そもそも誰も本物に会ったことがないから、応援してはくれません。レントゲンを取らないとわからないですよね。鳴らず者に声援を送る者までいる始末。勝ったのに今まで以上に孤独です。キネは意外に平気だったのよね。キネ、あの子が好きかもしれない。マジか。気づけば一人。いや、カズマは怖いやろ。カレー屋さんやってるけど、いつからお店があるのか誰も覚えていないんだ。冬の夕方。不思議だよね。いきなりやってきました。あ、博士。ふいふい。何してんの、博士。夜の恐竜たちもなかなか美しいぞ。見よ、あの華麗な姿を。こっちだっけ。あ、出前出前。あれってどう見てもティラノサウルスだよね。しんのすけ風に言うと、ティラノ？ヨヨちゃんどうしてるんだろう。心配だな。出前は？いや、出前ねえのかよ。出前なかったら用ないんですけど。どうやらまた新しい恐竜が来ちゃったみたいだけど、
まだちゃんと姿も見てないんだよね。気がついて外を見るともう通り過ぎた後でさ、まだ尻尾しか見れてないわけ。あ、でも山田ちゃんさ、怖がりだから大丈夫？この店は恐竜を見るのにはうってつけの場所だな。でもうってつけってどういう意味なんだろう。うん、うってつけるのだから逆は買って取るか。同じだね。え、今日出前なし。あ、そろそろ家に帰らないとな。え、何もできてないよ。いや、今日は内容薄かったんじゃないか。うん、怖い恐竜を呼んでしまった悪の博士。怖い恐竜を呼んだ悪の博士の目的は地球征服と遊園地の年間パスだ。うん、あ、やったね。すべての橋を通った。覚えてない。うん、覚えてない。土壌、え、枝七節。オリンピック出れるかな？出れません。イメシジミ。うん。水源の森入り口。歯医者さんの看板がなくなった。あ、ワニガメね。あ、間違った。クズハキリバチ。うん。大クワなんだ。あ、今日は虫が多いな。あ、やったやった。すごいよね。うん。親子丼出前3回取った。親子丼か。親子丼もいいな。いや、これ。いや、スイカとラーメンの組み合わせが絶妙。え？絶望的。いや、言い出しっぺしんちゃんだからな。しんちゃんが絶望的っていうのはダメだよな。キラノが平気なキネちゃん強い。あ、この記事になるんだ。終わりか。意外に可愛い顔してるな。そうですか。ララコちゃん、ララコちゃん何気母性があるタイプ？中学生なのに。いいお母さんになるかな。あ、あ、全然アナウンスなかった。あ、新メンバーがいないから。最近近所、あのオベロン来ました。いや、ちょっと財布がだいぶ痛んだけど無事お迎えできてよかったなって思ってます。あ、オベロンって FGO のね。頑張ったんだよ、ほんと。では、いただきます。いただきます。いただきます。あの、焼き魚にさ、よくついてる、あの、ピンク色の棒？スティック？あれって何なんだろう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。麻生に来て、多分2回目の日曜日。帰る日か。怖い恐竜がこの町にやってきたのに、全く何も解決できず。野原家の面々がまたまた春日部へ戻る時がやってきた。でも帰れないんでしょ。あ、よしことの約束を果たすまでは帰らないぞ、と言い出したしんのすけ。また言うんだ。でもさすがに一人で。同じだね、この辺は。いつものカメラで記念撮影よ。はい、チーズ。カレーじゃないのかよ。同じだね。おっと、そろそろ列車の時間だ。この一郎さんが喋ってる時のアイコンを見て、秘密研究所の、あれ二郎に似てないって思ったんだよね。やる気満々。満々。またあの恥ずかしいダンスを踊ろうとしていたのです。
あー、また戻されるか。研究所の壁にはそしてまだ同じだね。ふわふわパウパウとわとわチリチリラ行を抜いて心に浮かべてタレルイラムマレシロンロデカボヨガこのやり方しんちゃん知っちゃったんだよな。すべては一瞬の出来事なので、あるの博士の思念が空中に可視化されタイムマシンに飛び込んでいく。え、恐竜増えるの？すべては一瞬の出来事である、ある。ある。そっか、3周目いっちゃうか。え、確かに何にも。エクションビーム、ビビ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 ビ。確かに何も解決してないなって思ったんよな。え、どうしたら春日部に帰れるの？3週間ってさ、ほぼ1ヶ月よ。まあ、みんなにとっては1週間なんだろうけど。ほら、どこにいたんだっけ？しんちゃん、何言ってんの？同じだね。寝ぼけているんじゃないのか。ほら、今回はねねちゃんのリアルおままごとくらい怖かったぞ。怖かった？何が？何が怖かった？あまりにリアルな夢だったから。いや、でも夢じゃないってそろそろ分かってんじゃない？多分この辺多少変わってこないかな。こんにちは、畑さん、一郎さん。ほら、この場所見たことある、知ってるぞ。うん。しんのすけは再び先週戻されてしまったのでした。はい、どうしたんですか？どうやらここ…同じだな。今から雨かな。それは天気。あ、誰や。あー、突撃レディー。ああ、そう、この世界はまた同じ一週間を繰り返そうとしていたのです。あ、でもしんちゃん落ち込んでないんだ。おデートするぞ。ブリ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 。こうして始まった。なるほどね。はい、頑張れしんのすけ、頑張れ。うん、よしこお姉さんとデートできるその日まで頑張ろう。ん、あ、あれ、知らんやつおった。知らん。もしかしてさ、これ虫増える？オッケーオッケーオッケー、間に合った。うん、人参、細人参ってどうやったら、あ、違うよ、細人参。うん、細人参ってどうやったらできんだろう。まだ青いな。ふふい。あ、唐辛子、なんか青唐辛子も誰か要求してたな。うん、うえ、うへい、うん、イエーイ、オッケー、しじみか。とりあえず農園間に合った、よかったな。あと他いけるかな。あ、もうお家に帰る時間だよ。よしか、今度こそお前とデートしてやるからな。いただきます。だからお腹すいたんだってば。いただきます。多分マイクに入ってないだろうけど、さっきからねめっちゃお腹鳴ってんだよ。お腹すいたな。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんかある？ララコちゃんって本当にたくさん食べるわね。うん、ただいまいろんなところが爆発的に成長中。うん、この辺も前やったな。あ、はいはいはい。ありがとう。あ、絵本？この本最近ずっと探してたんだけど、しんのすけが、見つけるイベントではなかったんだ。うん。私たちがまだ小さかった頃、今は亡きお母さんが、毎晩読み聞かせてくれた大切な本。うん。すっごい幸せな内容なの。あ、そうなんだ。昔の九州国の言い伝えを絵本にしたもの。踏み台の中が小さな本棚になっているのを忘れてたのよ。うん。それでなかなか見つからなかったの。踏み台元暮らしってやつだな。何うまいこと言ってるのよ。こうして姉妹は大切な本を見つけることができ、それがこの事態をこう脱却する何かヒントになるのかな。しんのすけはまた2階の部屋に入れるようになったのです。はい、やったね。やったね。もう入り慣れた風呂ですな。夜は外に出てこえこえ。はい、どうしよっかな。あ、勝手に動いてる。あ、あれ一郎は？さて、お母さん誰、来てる。こんばんは。この同じだね。覚えてる？あったね。気になるよね。うん。ふうふう、ねえねえ。夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの子たちと同じくらいだね。二人とも仲良くしてあげてね。いや、私は畑さんの方が気になるけどな。はい、自己紹介。あれ？やっぱりまたこのま、これで何回目だったっけ？微妙にアナウンス違うんだな。うん。幸せな時間の記憶、そうだよね。あの絵本見つかってよかったね。うん。シポポー。うん。読んでくれたよね。この恐竜は女の子でした。あ。名前こんばんは。おじさんが誰かわかるかい？うん、もう何度も会ってるし、お寿司なんとかですし、お寿司というわけで、この子たちをよろしくね、しんのすけくん。はい。知ってるかい？うちのお母さんは最初布を染めるのが仕事だったんだ。ところが、え？ところが？小型恐竜ラプトルには大きすぎると怖がられ、うん、美しい羽毛恐竜、最近やってきたティラノンは知ってる？なんてかわいそうな。ティラノンが大好き。クール。ティラノンはオスなのかな。ある日、まだ、え、続きは明日？また会ってないの？もうなして。あ、ちょ、逃がした。うーん、どうしよっかな。こっち行こっか。イエーイ。えへい、ブリブリ。イエーイ。へいへい。僕の名前はサブロー。どうも。ヨガちゃんの日の山食堂、いいとこだろ。うん。昼間あそこで働いてんだ。これ聞いたな。うれ、あれ、これでな。あ、いいよ。あれ、ヨシコ、なんか、いや、後ろおかしくない？ねえ、よしこ、よしこ、キャップ、キャップは？山田元ちゃんが、大丈夫？うん、強力なライバル登場って感じだな。あ、ライバルって意味わかる？ドキューン。それはライフル。ライフルがわかる5歳ってすげえな。それはシンバル。隊長、あと3日分しか水がありません。それはサバイバル？おー、すごいな、しんちゃん。
よしこ、次郎さんって親切でいい人ね。私はあまりこういうおしゃれな店には来たことがないからちょっぴり緊張するな。次郎、お前出前ねえか。俺は次郎。うん。あれ、何度も何度も会っているのに。しんのすけは驚いた。うん、なかなか度胸があるな。うんうんうん。結局 DJ ゲームはよくわかんないんだよな。ヤシコちゃんってなかなかイカスだろ。あ、イカスってのは食べ物じゃないぜ。食べ物はタコス。自分で言うんだ。そこんとこお忘れなく。出前はない、ま、ありがとう。俺に聞きたいこと。なんか曲増えるの。へいへいへい、自分でレコード屋で買ってきてくれよ。なんて嘘嘘。この店にはたくさんレコードがあるから使っていいぜ。うん。あ、なるほどね。あー、こっちでいいか。あ、こっちだね。合ってるね。えへ、ジロー。あ、なんかあるかな。しんのすけ。ないね。あ、まあ。おや、おやおや、おや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 、お主とは以前どこかで会っておるな。オラもお主と以前ここで何度も会っておるぞ。では拙者の悩みをご存知か。長年、うん、いや知ってる。誰にもあげたくないので、うん。なんだか話が変わってる。あれ、辛くて食べれないみたいな。前はお辛すぎて食べられないと言ってたぞ。うー、そこまでお見通しでござるか。あ、嘘ついてたのか。うんうん、出前だって。うん。チョコザイナ。チョコザイナ。では、ひとっ走り出前に行ってくるでござる。え？え、きしょいって言ったら。よきあんばい。またのお越しをお待ちしておるぞ。いや、でもさ、今の走り方、現実でやられたらきつくない？あ、違う違う。ふふ。どうだどうだ？うれっ！ダメか。よきや。うん。大人参。なるほど、大人参か。え、ヨヨちゃんとこだな。この二人。あ、なんか知らんやつおる、知らんやつおる。え、いける。いや、ちょっと危険だよな。いや、素直にヨヨちゃんとこ行こう。夜に、何か知らない蝶が飛んでるっていうことは覚えた。はい。あれ、シソ生えるとこ増えてる。ここ生えてなかったよね。はい。ん、本日のおすすめか。こっちやな。うん、キャップはキャップ。なんでキャップ？キャップというのはキャプテンのこと、つまり新聞社のまとめ役さ。でも実はここだけの話だけど、もう一つ意味がある。うん。こうやって夜寝る前に飲むお酒のことを、ナイトキャップって、そうなんだ。だからキャップ。ここだけの秘密だよ。寝酒ってことよね。寝室は2階だから怖いのが来ても大丈夫。怖いの？恐竜のこと？出前やって。うん。今は明日の仕込みをやってるの。ほうほう、星の足取りはつかめましたかな。
それは仕込みじゃなくて聞き込み。相変わらず無心だよな、しんちゃんのボケ。うん。はい。ラーメン。ラーメンは、でももう、クエスト溜まったか。あそこにはどうやって行くんだっけ。あれか、山田もっちょ、山田もっとちゃんのところか。あ、よよ、うん。山田もっとちゃん。こっちか。ああ、間に合わないな、きっと。へいや。ララコはずっと恐竜が好きだったのに、ヒラノンが出てきてから怖くなっちゃった。しんのすけは何か怖いものある？ねねちゃんのリアルおままごとがお怖いぞ。怖いんだ。まあ、すごいリアリティ求めるからな。えい。イェーイ！アブラゼミか。間に合わんよな、きっと。うい。あれ、お前なんか知らんやつやろ。あ、知ってるやつだった。あ、ダメですね。もうダメですね。はいはい。おーい、そろそろ帰る時間だよ。はーい。書こうか。うん。目指せスーパー新聞記者。あー、これもクエストっていうか、あれなんだ、成果なんだ。あ、クロアゲハ。柑橘系が好きなんだ。土壌。川端もろこ。まさに踏み台元暮らし。ひろしが言った言葉引用してやるか。うん、ナイトキャップ。お酒がないと困るのかな？ああ、シャレが効いてますね。あ、ミサエになってる。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。新しい一週間の始まりやな。頑張ろう。